さあ続きまして、熊本といえばやっぱりあれでしょう、熊本城。まだね、今震災があって修繕工事中だと思うんですけど、まあまあでもなんか城下町に、なんだっけ、桜の馬城みたいな、なんかそういう城下町的なのがあるらしいんで、まあできたらそこで食べ歩きできればいいな。まあとりあえずね、何にせよ今日は、いや今回は本当晴れてよかった。それその一言に尽きるね。本当晴れてよかった。いや熊本城付近についてるんだけど、駐車場が全然ないや。どこも満車、平日だよ。これやっぱり、やっと駐車場見つけた。やばいよ、ここでの滞在時間あと35分ぐらいになっちゃったよ。ちょっと想定外、ちょっと急いで回らないと。すごいね、広い公園になってんだね。うわー崩れてるよ。へー、あらー、これはすごいね。地までずっと、ちょっと光のあれでちょっと分かんないかもだけど、あっちまでずっと崩れてる。いやーこんなことになっちゃうんだね。あれが熊本城だね。修繕工事中です。いや綺麗に元通りになるといいね。工事道具マルケだけどさ、まだまだ時間もかかりそうだけどさ、お客さんはすごいいっぱいいるね。後ろにも修学旅行の人かな、お客さんいるし、こうやってじゃんじゃん来てもらって復興目指してほしいね。あーそこもだね、そこも崩れてるわ。あそこはなんか新しそうな施設だ。あらあらあら、これはいいわね。これはいいよ。とりあえずお腹空いたからつまみ食いできるもんをちゃちゃっと食べようかな。もうめっちゃおしゃれ。あ、からしれんこんだ。からしれんこん、サラダチク、へえ、そんなの。下間違いみたいな。あれだよ、あれ、ウニコロッケ、これ食べたい。あれ食べよう、あれウニコロッケ食べよう。え、なにこれ、なにこれ、ちょっと英語で書いてあるかわかんないんだけど、ポタとポテトかな、ライス、クリーム、クリームでしょ。手に入れたよ、ウニコロッケ。これで360円かな。あーめっちゃ美味しそう。いただきます。うん、まだウニ出てこない。まだウニ出てこないな。うまっ、じゅわっと出てきたよこれ。これやばいでしょ。うん、とろとろ、うん、すごいクリーミーだねこれ。めっちゃ食べてたい感じ。めっちゃ美味しい。アイスクリーム食べたいな。なんかアイスクリーム食べたいな。なんかないかな。うわ
何盛りいちご、うん、めっちゃすげえ、すげえんだけど、いちご食べれないわ。アイスゲット。これ何かわかる？ちょっと日が当たってあれだけど、紫芋とミックスみたい。あ、やばいやばい、もう溶けてきてる溶けてきてる、やばい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 。いただきます。うん、あ、全然甘くない。めっちゃ甘くないよこれ。うまっ。ちょうどいいぐらい。なんか芋のさ、優しいやつ、優しいやつ、芋の優しいやつだよこれ。うん、ちょっといちごソフトクリームのところさ、レモネード気になったけど、ちょっともう時間だわ。ちょっとこれでもう時間ですわ。まあ、あとはお食事どころとかが多かったかな。うん、お食事はね、今日はホテルでお弁当があるからね。お弁当があるんで、ちょっと今日はこれでおしまいにして、今からホテルに向かおうかな。今回はね、とりあえず一泊は、まあ、まともな宿に泊まろうっていうことで、今日は宿に泊まりますよ。ただあとこっから1時間で宿まで行けるか不安だな。お、これ椎茸じゃね？さあ、この一人旅初じゃないかな、ちゃんとした宿に泊まるの。いつもさ、満喫かビジネスホテルばっかりだったからね。初。ちょっと今回はね、せっかく朝まで来たんだから、ちょっとちゃんとした宿に泊まろうかなってことで、こちら本日の宿です。はい、お部屋ですよ。こう入ってすぐに洗面台があるっていうね、謎の構造だな。すぐにあるよ。風呂もあって一人しかいないのに、なぜかベッド2つある。これ使いたい放題ってことやな。で、和式もあって、なんか普通にいい部屋じゃないの。ここそんな別に高くないんですよね、全然高くないんだけど、いい部屋だった。ただほぼほぼ外人しかいなかった。今すれ違った人ほぼ全員外人だった。韓国と中国の方がいっぱいいましたね。なんかもうほんとここ日本かなっていうぐらい、ほとんどみんな英語で喋ってた。あ、そういうところなんですね。ここ温泉もあるんだけど、その隣になんか日帰り温泉の大きい温泉施設もあって、そこも入場無料で入れるんですよ。なんだっけ、どんどこの湯だったかな。そっちがすごい楽しみ。そっちすごい楽しみなんだよ。まあ今日は暑かったしね、温泉入ってこようかな。それじゃ、ちなみに今日の夕飯はこれ。動画を見てくれてありがとう。こんな感じでくったらないことしてるから、よかったら他の動画も見てね。で、面白いなって思ったらチャンネル登録もよろしく。 Twitter とかもやってるから、別にフォローしてくれてもいいんだからね。それじゃ、またね。